タケ族はタケ科の菌類の属の一つ。食用と有毒種の両方が含まれ、全世界で300を超す種が属している。この属は一般的にマッシュルームと呼ばれる主を含んでおり、西洋では幸いキノコとして最も一般的である。属名はアガリクスであり、属内のすべてがアガリクスであるが、アガリクスは日本では、 薬用効能のあるとされる変わりタケを意味することがある。タケ族に属する種は、肉の厚い傘、数十枚から数百枚のヒダなどの特徴があり、ヒダでは、胞子が作られる。どうかに属する他族のキノコとは、チョコレート色の胞子で、見分けがつく。また、柄を持っており、キノコの成長に従って、傘が持ち上がり、ヒダの成長を保護している大い膜が外れ、 これの残りによって、柄に唾ができる。模式種は、腹竹で広く認められている。R は、A クラテイショスを、模式種にすることを提案している。昔はこれらの族には、ソーライオッタという名前が与えられており、これは現在でも、古いキノコの本に見ることができる。族の旧名であったソーライオッタはギリシャ語ではを意味する、ソーリアン、プサイラムダイオタニューに由来しており、 エリアス・フリースの1821年の著書に、所見される。アガリクスの名称の由来はいくつか提案されており、ロシアの地区であるソルマタカのアグリカカラという説、ギリシャ語の、キノキノコの一種という意味を持つ、ガンマアルファアローロイオタカッパニューカラという説などがある。初期の扱いとしては、マリヌス・アントンドンクのパースーニアでアグリキニア・デンズ、ジーナスとして扱われている。 いわゆるマッシュルームの仲間だが、食用菌と紛らわしい毒菌や、食毒不明菌もあるため老底に不安がある。野外採集品をむやみに食べるのは避けた方が良い。ありがとうございます。